モトローラ MC6800MC6800 MC は1974年にモトローラ社が開発した8ビットマイクロプロセッサであるミニコンのアーキテクチャとプログラム分析に基づいて設計された PDP-11 のアーキテクチャを参考にしたと言われる同時期のインテルの8080 80と比べて洗練された構成が評価されているただしインデックスレジスタが一つしかなく ブロック転送の手順に手間がかかる点が弱点として挙げられる。8ビットのレジスタを2つ、16ビットのインデックスレジスタを1つ持つ。レジスタの少なさをカバーするためにメモリの000から 00FF を8ビットで指定するダイレクトアドレッシング機能を備えていた。MC6800 の命令は、ある演算、ロードストア系、インデックスレジスタ、スタックポインタ操作系。 絶対番地分岐、相対番地分岐系、CCR 操作系に区分されている。分岐命令に -128 プラス127 12の相対アドレッシングを使用できるので、位置に依存しないプログラムを作成できる。その他にも重心演算命令やビットテスト命令、ソフトウェア割り込み命令を備えており、またに小クロックを使用してメモリアクセスを1クロックで実行する。 これを利用し CPU がメモリアクセスするタイミングとビデオコントローラが表示のためにメモリをアクセスするタイミングを強調させバスの競合が起きないようにすることができた。当初ゼネラルモーターズの自動車用電子制御コンピュータとして設計された MC6800 バスに接続可能な周辺デバイスファミリーが存在する。 以下に MC6800 をベースに開発されたプロセッサを示す。オブジェクトコードの互換性はないが、一部ではニーモニックレベルでの上位互換が考慮されている。ありがとうございます。